アッシュリア属州は、116年から118年までの、わずか2年間のみ設置されたローマ帝国の属州である。アッシュリア属州を治めていた総督の名が知られておらず、属州設置の直後に反乱が起こっていることから、ローマ帝国の直接的な統治は届いていなかったものと見られており、属州としての実態はなかったと考えられている。113年に、 ローマ皇帝トライアヌスはアルサケス朝、パルティアへの軍事作戦に成功し、116年までにアッシュリア族州、アルメニア族州、メソポタミア族州の三族州を設置した。ローマの軍事的勝利にもかかわらず、族州の運営は当初から困難を伴った。116年、サントルーシズという名のパルティア人の王子はこの新しい、 ローマ族州の地元民による武装反乱を組織した。反乱の間、アッシュリアとメソポタミアに駐屯するローマ軍は彼らの駐屯地から追い出され、反乱の鎮圧に失敗したローマ軍の将軍は殺された。117年にトラヤノスが死亡すると、彼の後継者であるハドリアヌスは直近に獲得したばかりであった東方の山族衆に関する新たな方針を実行した。 ハドリアヌスは帝国が膨張しすぎであると考え、より容易に防衛できる国境線とするためにローマの支配を撤回しようとした。その結果、118年にハドリアヌスはトライアヌスの設置した山賊州から撤退した。トライアヌスによるパルテアへの軍事作戦の間に設置されたアッシュリア族州の場所は多くの情報源で言及されているが、その正確な場所に関しては、 若干の意見の相違が存在する。テオドール・モムゼンのような歴史家は、その位置について、メソポタミア属州の北に位置し、イラン北西部の西部、ペルシャまで伸びていたとしている。しかし、一部の現代の学者は、アッシュリア属州が、現代のイラク中部にあたるチグリス川と、ユーフラテス川の間に位置していたことが、4世紀のローマ歴史家フェストゥスが残した文書によって、 裏付けられるとしている。また、他の情報源では、属州の位置はかつてアディアバネ王国や、新アッシュリア帝国であったアルメニアとチグリス川の、東部の近くに位置していたとしている。118年のハドリアヌスによるアッシュリア及びその近隣の属州からの撤退は、この地域におけるローマによる支配の終了を意味しなかった。六十一年から六十五年にかけて、ローマ皇帝、 ルキウスウェルスの指揮の下ユーフラテス側の東部の領域を再度征服するために、パルティアへの軍事作戦が開始された。さらに197年から198年にかけて、ローマ皇帝、セプティミウス・セウェルスによって、パルティアへのさらなる軍事作戦が行われた。この軍事作戦の成功の後、セウェルスはトライアヌスが属州を置いたのと同じ地域に、オスロエネ及び、 メソポタミアの二つの属州を設置した。セウェルスもまた、安全保障及びパルティア、後にはサーサーアン・アサ、ペルシャからの攻撃を防衛するために、この新たな属州に二つのローマ軍団を配置した。この地域へのローマの影響は363年の皇帝ヨーイアヌスの時代に終わった。ヨーイアヌスは、サーサーアン・アサ、ペルシャとの間に早急に平和協定を結び、 自身の政治力を強化するために、コンスタンティノープルへと撤退した。ありがとうございます。